皆さん、こんばんは。作家でヨガ講師の過去です。ちょっと顔が赤いですね。あのビール飲みました。弱いのでコップ1杯だけなんですけど、暑い時のの、ね、コップ1杯は美味しいです。はい。今日も朗読ライブします。こうい,いのかな。私、離婚します、妻たちのつぶやき。はい。作家でヨガ講師です。えー、今日はですね、もう第2章に入りました。えー、離婚を考えつつ、 離婚していないという人の,あのお話です、えーと。私がね、この私離婚します、まあ、ちょっと古い本になるんですけど、まあ、来年あたりね、紙の本出版できるように頑張ろうと思ってます。はい、2005年2月10日に初版発行して、2005年2月27日、第2刷り発行あの。この本の出版の,あの 時期がすごい良かったんですね。なぜかというと、えっと、森政子夫婦がちょうど離婚したのが2005年の2月。で、その時にこの本が出たので、あのまあ、売れたんだと思うんですよね。で、妻たちは、えっと、いろんな方取材しましたけど、離婚を考えたことがない人は、ほぼ一人もいないです。 ね、あの恋愛して、ね、一緒にいたいと思って結婚するわけですけれども、まあ、結婚してみて生活してみると、ね、いろんなところが見えてくるとあのよく言いますけど恋愛中は両目で両目をパッチリ開けて相手を見ようと。 で結婚したら、もう片目をつぶれっていうあのど、どなたかの格言があったんですけれども、そうだと思うんですねで。相手の悪いとこほど見えちゃうんですよ。でもね、よく考えると、相手の悪いところが見えるってことは、自分の中にその悪いところがあるんですよね。で相手があの姿を見せてくれているっていうことなんですね。はいはい、そうなんですよ。 自分の力量があのキャパシティがあが広がってくると、ね、相手の悪いところも許せるようになるんじゃないかなと思います。はい、それでは今日の人どんな内容でしょうか間真由子さん48歳妻の気持ちがわからない夫妻の気持ちがわからない夫。 はい、朗読していきますね。間真由子さん48歳は学校の美術の先生だった23歳の時お見合いをして11歳年上の男性と結婚する結婚と同時に仕事も辞めた子どもたちに教えることは好きだったが仕,仕事を辞めることに何の未練もなかった結婚して温かい家庭を作ることが夢だったのだ 麻由子さんの母親は専業主婦でいつも家の中をきれいにしておいしい食事を作ってくれていた両親は仲がよく楽しい家庭だっただから麻由子さんも結婚して明るく楽しい家庭を作りたいと願っていたのだ麻由子さんは一人娘だったので子供がたくさん欲しいと思っていた 夫も結婚した時、すでに24歳、34歳になっていたのですぐにでも子供を望んでいた。2人は一度も否認をしなかった。結婚したら自然に子供ができるって思っていましたけどもちっともできないんです。結婚と同時に仕事も辞めていましたので、一日何もすることがなく、時間を持て余していました。 新婚のアパートなんてせいぜい1時間もあれば掃除ができちゃうし結婚5か月で結婚ってつまらないって感じました夫は真面目だなだけが取りの仕事人間みたいな人でしたし一緒に生活してみて初めて夫の性格が分かりました考え方が何もかも違うのですそう初めて離婚を考えたのが結婚して5か月目でしょうか この時から真由子さんは毎日同じ夢を見るようになった電話のベルが鳴っているんです電話に出ようとして電話のところに行くんですけどなかなか電話のところにたどり着けないんですそしてようやく電話に出ると相手の声がだんだん聞こえなくなってしまうんです 麻由子さんはその後5年間同じ夢を見続けている結婚して1年後麻由子さんは妊娠するが流産してしまうその後も流産を繰り返した町で妊娠している人や赤ちゃんを連れて歩いている人を見るのがつらかったですどうして私のところには赤ちゃんが来ないのととっても無能な気持ちでした当時麻由子さんは夫の会社の社宅に住んでいた 社宅の集まりでは小さい子供連れのお母さんが多かった自然に会話の内容はどうしても子供のことになるまゆ子さんは疎外感を常に感じていた夫の上司のご夫婦と一緒にお食事をすることが時々あったんですけど子供を産んでない女は半人前にしか扱われないんです ある時、会社の家族の慰安会の場で大勢の前で上司の奥さんに早く子供を作りなさい。子供がいないからダメなのよ。とまで言われました。夫は僕が頑張ってもこの人が流産してしまうんですよとヘラヘラ笑いながら同調したんです。頼みの夫までが私をかばってくれないんです。悔しかったですね。 子供ができないのは私一人の責任じゃないんですよ。夫だって半分はその責任があるはずです。でも世間は女ばっかり責めるんです。舞子さんは家に戻ってから、どうして私をかばってくれなかったの流産したことをあんな風に言う必要はないでしょと夫をなじった。夫は妻の剣幕に驚き、逆に怒り出した。夫は妻が夫の言葉でど,どれほど傷ついているのかわからないのだ。 実家に帰りたいと思うと、ますます夫、帰りたいというと、ますます夫は怒り、そんなことは許さないと、ものを妻に向かって投げつけた。このとき、この結婚は失敗だったって思いました。気持ちが通じ合わないんですから、それに何より、妻の気持ちより他人の気持ちを大事にするなんて広いですよ。結婚して3年目 舞子さんはまだ二十六歳なのに、生理が止まってしまった。周りからは、子供はまだとやいのやいの言われる。舞子さんは思い余って不妊外来を受診した。医師から、高年期の体になっていると言われる。ショックでしたね。だって、まだ二十六歳ですよ。舞子さんは、あまりのショックに、階段が追いられなくなってしまった。 手すりにつかまり、油汗をかきながら、ようやく舞子さんは階段を降りた。それでも夫は不妊外来の治療に協力的ではなかった。夫、妻の精神的な辛さがわからなかったのだ。不妊治療に通うようになって3年目に、舞子さんは3回目の妊娠をした。流産しないように気をつけていたのだが、3ヶ月目でまたもや流産してしまう。 もうかなりショックで落ち込みました誰とも会いたくないもう引きこもり状態になっていました精神的なショックから麻由子さんは体調を崩し2ヶ月間入院することになった入院中麻由子さんは手当たり次第に本を読んだ絵本に慰められましたねと麻由子さんそれで再び絵を描いてみようという気持ちになったもう一度自分の人生を探してみようと思ったんです 退院後近くの画廊,画廊でやっていた絵本講座を受講する受講したことがきっかけになり画廊で働くことになった画廊の受付でしたけどすごく仕事が楽しかったきっとうつうつとした日々を過ごした後だったので余計そう感じたのかもしれません仕事が面白くなった時麻由子さんに生理が戻ってきた30歳になっていた夫に愛してほしいこうしてほしいという望みを一切捨てたんです 夫としての期待を捨てた時夫婦関係がうまくいくようになりましたセックスだって私はしたくなくても夫が要求すれば答えました変に抵抗するよりさっと済んでしまえばあとは夫は寝てしまいますから舞子さんは画廊で働きながら絵を描き続けいくつか挿絵の仕事が来るようになっていた絵を描いている時は幸福を感じました あとは普通に毎日をやり過ごしていけれればそれででかったんです子供を諦めていた麻衣子さんのところに実家の母から連絡が入る親として育てられないのに中絶には遅すぎる時期に入った妊婦がいるその子供を養子として育ててみないかというものだった麻衣子さんが32歳の時だ私は迷いませんでしたその子供はきっと私たちのもとに来る運命だったんじゃないかとさえ思いました 夫にする相談すると夫も大,大賛成でした夫も,もの夫も子夫もがものすごく欲しかったんだ,たんだということがこの時初めて分かりました私だって夫の気持ちを全然分かっていなかったということに気がつきましたそれから舞子さんはお腹にさらしを巻き妊婦を装い数ヶ月を過ごした世間体を気にしたのではなくこれから育てる子供のためにしたのだ どこかであなたは養子をなんて耳にして欲しくなかったんです初めて子供と対面した時可愛くていじらしくて涙が出ましたその時この子の母になるんだって実感が湧きました自分の腹を痛めなくても子育ての大変さ楽しさは同じだ 娘は16歳になりました。今どこの大学に進学しようかと迷っています。娘と一緒に泣いたり笑ったりして私自身が育てられてきたように感じています。子育てって名前優しいものじゃないんですから娘がいることで家の中は明るくなりましたでも最近血は争えないと思うことがあるんです。 物の感じ方が夫や私にちっとも似てないんです。本人は全然気がついていませんけど、いつか本当のことを話さなければならない日がきっと来るんだろうなとは感じています。娘が傷つかないようにするにはどういうふうに話せばいいのかと。今から悩んでいます。はい、間麻衣子さんのお話でした。どうでしょうかね。あのまあ、今回のね。あのドキュメンタリーもかなり。 あの学びがありますよマエコさんにしてみたら妻の気持ちをちっとも分かってくれない夫に不満を感じ、まあ、離婚を決意します。まあ、他人の前でねこの人が流産するんだよって言われてしまったらちょっとやっぱり女性としては辛いですよね。でなんで夫がその他人の気持ちより自分の気持ちを大事にしてくれなかったのかってあのこの時は怒ってもう離婚したいって思ったわけですけれども。 まあ夫にしてみたらね、やっぱり上司との関係もあったでしょうし、ねあのー、なんだろうね、そこにそこに妻の気持ちをあのー、く組めるというか、思いやる気持ちがなかったのは事実でしょうね。でも、男の人って往々,してこう往々にして、こういうことってありますよね。腹が立つけどね。はいでも、えー、子供をねあのー まあでも、舞子さんね、いいことしたと思います。だってね、ねもう、下ろせない状況で、じゃあ、子供を産んで、始末できなくてあの、誰にも分からないように産んで、まあ、殺してしまって、まあ、ね、いろんなところに捨てているっていう事件もね、往々にしてあります。だからこ、このこ、ね、の舞子さんが、魔法的にはね、ちょっと問題ありなんでしょうけど、まあ、ね、こっそり。 もう本当に赤ちゃんの時から生まれた子供をすぐに生きとったから本当に自分のこと同じですよね。なのであのまあでも血は争いないってあの感じたそうですけどその辺はどうなんでしょうかねちょっと私わかりませんけど持って生まれたものももちろんあるでしょうしでもそこで育った環境が一番大きいんじゃないんでしょうかね。私あのまあ昨日テレビの話なんですけどえー 大泉王と福山さんのあのラストマン、えー、と全然見てなかったんですけど昨日初めて最終回初めて見ました最終回だけしか実は見てないんですけどもう最終回大感動でしたねあの寺尾明が演じるあの刑事で、まあ、悪いことも過去にしちゃった刑事が あの冤罪を着せた息子をあの自分の子として引き取って育てていったんですけれども、まあ、すごい秘密があってもねネタバレしようが昨日放映されてますから皆さん見たと思うんですけど実はその大泉洋が演じる、ね、慎太郎でしたっけ大泉洋とあの福山雅治でよろしかったかでしょうかあの実は血のつながった兄弟だった っていうねあのことなんですよねでも寺尾明が冤罪を着せたあの父親の子供をね大泉洋さんを引き取って育ててきたわけですけれども、まあ、小学校小学生から引き取ったわけですけどでもやっぱり育てていると愛情が湧くんですよね。 だから本当に実の子と同じように愛情が湧いたと。で義理のお兄さんだけれどもその義理のお兄さんもあの本当のね弟として。あの 愛情を持っていたんだよっていう話なんですけどちょっと感動しましたねまあ脚本がラストマンうまいよねって最終回だけ見ても大感動しましたまあ福山雅彦雅治どっちでしょうか福山さんの演技ももう本当に素晴らしいですねはいまあということであの血がつながらなくてもね子供の時から育てたら愛情は いいっぱいその子に向かいますそして私自身も思うんですけどこの人この方もあの私自身あの娘と一緒に泣いたり笑ったりして私自身が育てられてきたように思いますっていうふうにおっしゃってましたけれども私自身もやっぱりあの子供2人男の子2人育ててますけど子供を育てることによって本当に自分を成長させてもらったなって思いましたね。 うん、子供は自分の思うようにはいきません。子供のペースを見守って待つっていうことがすごく大事。だから自分のペースであの子育てしようと思っている人は多分ストレスが溜まっちゃうんですね。子供のペースに合わせよう。子供を見守ろうと思うとあのストレスがたまらずに子育てできるんじゃないでしょうかね。私はだから、まあ、8年間専業主婦でしたから子供が小さい時は本当に子供のペースに合わせて まあ子育てができたのであのもうストレスがたまらず楽しい子育てができました。はい、でこの方もねあともう一つあのこの中であの学びになるってことは、まあ、この人は精神的なショックから、まあ、入院2ヶ月しますよね。私は精神的ショックじゃなくて既、まあ、得になる病をあの得てしまって。 まあ若いですよね28歳の時でしたねでやっぱり2ヶ月闘病生活をしてまあ無事にまあ妊娠妊娠6ヶ月で闘病生活しかも点滴だけ口から食べ物や水を入れると自分の水蔵を溶かして死んでしまうということで2ヶ月間絶食、ね、絶水でございますね喉がどうしても渇くのでその時は あの水差しから看護,婦さんに看護師さんにね口に入れてもらってトレーにペッて吐くで飲んじゃいけないんでねで食事も一切なくて1,200カロリーの点滴だけであの命をつないでいたわけなんですけれどもその自分が死ぬような体験をして、まあ、死なないで今元気で、ね、いますけれども還暦も無事に過ぎましたけれども、ね、その中で私はあ自分の使命というか、ね、自分は これをやらずに死ねないっていうのをね、あの病気をしたおかげで思い出させてもらったんですよね。でもともと私、中学生の時に作家になりたいと思っていたのに、まあ、結婚してしまって、えー子,まあ、子供がが、ね、あ,ありがたいことにすぐにできたので、まあ、子育て結構ね、子供がちっちゃいうちは本当に大変です。自分の時間なんかほぼ取れないです。でそんな中でもあの子育て ししててまってなんかで死にかけた時にそうだ私は描きたかったんだ作品を描きたかったんだ物語を描きたかったんだっていうのを思い出しましてですので、まあ、退院して、まあ、子供がえー、っがだから六ヶ月妊娠6ヶ月で入院して妊娠8ヶ月で退院して、まあ、10ヶ月で子供を無事にあの薬も入っていたんですけど まあ本当に五体満足、無事に生まれてほっとしましたが、まあ、子育てしつつあの子供上の子は4歳、ね、下の子は赤ちゃんという中ででも子供が寝る時間とかあるんですね。だからそんな時間に本当にちょっとずつあの本も読み、ちょっとずつイメージが湧いては本当にあの広告の裏紙とか、まあ、時間があるときはノートとかちょっとずつ言葉をつ,むつないであの紡いできましたね。そしてまあ10年の あの修,修作時,時期っていうか、まあ、同人誌で入ったりとか、創作教室行ったりとか、その10年間の学びで、まあ、アンソロジーでしたけど、1996年にポプップラ社から4年生代ファイト一発というアンソロジーの中に、えー、100点を10回取ったらという作品を、ね、あの載せて出版してもらいました。それがもうデビュー作になりますね。でそのの年はあの改正者からもあの 飛んだ靴洗いというタイトルの作品とか、金の星から夢を諦めないでという車椅子バスケットのパラレリンビックの,あの代表選手になった人のお話とか、ノンフィクションですけどね、書かせていただいて、まあ、ありがたいことにそこから、まあ、毎年一冊本の出版ができていました。だから、病はある意味で自分の生き様を点検するというか、 どう生きたらいいのか自分の使命は何なのかっていうねそこをあの考えさせてくれるきっかけになるので私はあの病はギフトかなと思っていますこの麻代子さんもそうですねあの、まあ、体調を崩してっていうか精神的なことで彼女の場合は入院でしたけどその中であのもう一度絵を描いてみたい、ね、絵本を描いてみたいっていうふうにあの思いが至ったってことですねでこの真子さんはあの絵本も もう今何冊になるか分かりませんけどこの取材をした時は絵本1冊あの出版しておりました。ね、でこのお子さんに出生のことをねお話ししたかどうかは分かりません。あの取材の時はいつかは話さなきゃと思ってるけどって言ってましたねでもあえて話す必要もね赤ちゃんの時から育ててたらないのかもしれないかなと思いますね。 うん、だからもう本当にあの虐待して子供を殺さないでください虐待するんだったらもう養護施設にね子供を預けてあのもしかしたら既得な方が引き取ってくれて愛情を豊かに育ててくれるかもしれないので絶対に子供を殺すようなことはやめてくださいね。大大事なな命,命よりりり切な宝ははあまません、はい朗読今日終わります こうか私離婚します妻たちのつぶやき朗読ライブをさせていただきました。まあ、本当にあのこのね本の中に入っている皆様もう感謝です。よくねこんなに赤裸々にあの自分のことをねお話ししていただけたか ななと思って今になってて今にに本当に、まあ、当あ時も感謝してましたけど、感謝します。そしてこの中でねあの皆さんの学びになることがいっぱいあるかなと思うので、あのもし本を読んでみたい方がいたらアマゾンや楽天などネット書店だったらすぐに手に入ります。書店でも手に入りますけど、古、まあ、い,い本なのでねあのリクエストして多分ぶん書店は1週間ぐらいかかっちゃうんじゃないですかね。 はいでもしまあ私のあのメッ私の方に直接まあ,あの YouTube のメッセージでも Facebook のメッセージでもあのいただけたらねあの送料無料でご住所を教えていただいて。あの 本1200円なんですけど、消費税入って1320円あの欲しいよって連絡くださったら振込講座教えますしあの送料無料で送らせてもらいます。こう多くの人にね読んでもらいたいなっていうふうに思っています。はいそしてえっとこちらにあります公式 LINE の QR コード。今、あの Facebook をパソコンで見てる方はご自分のスマホの QR コード、あの 読み取りを、ね、していただけたらスマホから読み取りしていただけたら嬉しいです。またはねあのスクショをしてもらってあの後で読み取ってもらったりとかあの公式 LINE に登録していただけたら嬉しいです。で登録していただいた方には顔ヨガと骨盤調整ヨガ骨盤というのは日々歪むんですね。なので私自身もあの毎日骨盤調整やっております。 骨盤調整の動画、そして、えー、呼吸法と瞑想の 動画3本の15分以内の動画をプレゼントしていますので、ぜひ登録してくださいね。で私も、ね、2013年にインドでヨガ修行をしてきました。リシケシというところです。リシとはサンスクリット語で聖,聖なるという意味なんですね。リシケシは聖なる土地というふうにインドの方たちにも思われている土地です。で私もリシケシ行った時に、 あの本当にこの土地エネルギーがあるわっていうパワーを実は感じました。バリーでも実は感じたんですけどね。で あの、インドでヨガ修行してから、毎日帰国してからも、もうだから10年経ちますけれども、呼吸法と瞑想は毎日やっています。朝6時に起きてから、まあ、レッスンが囲いがガスタジオ9時半からあるんですけど、まあ、朝ごはんの支度、家族もいますから、朝ごはんの支度、えー、スタジオの掃除などありますので、 うん、朝だいたい5分ぐらいしか瞑想してないんですけど、呼吸法、体の中を浄化する呼吸法、カパラバディとアヌローマ、ビローマ、行ってから、まあ、5分ぐらいあの瞑想してます。で、レッスンが、金曜日はお休みなので、レッスンないときは、ね、20分ぐらいあの瞑想したりしていますね。そのおかげで まあ、昔、大病しましたけど、今、病気もせず、まあ、風邪もひかず、コロナにもかからず、インフルエンザも一度もかかったことがなく、まあ、丈夫で健康な体で、えー、ヨガ講師も病気で休むっていうことは全くなく、まあ、自分が、ね、旅行行ったりあの、ワークショップ受けるためとか、そういう時は大行を入れて休みましたけどあの、体調不良で実は休んだこと、えー、ヨガ講師になって、まあ、12年になりますけれども、1日もありません。 やっぱりそれは呼吸法と瞑想を日々続けているおかげだなと思います。呼吸法と瞑想のメリットとしては自律神経を整えていくので、えー、免疫力アップ、ね、そして集中力アップ。 感性が鋭くなるそして潜在意識や潜在能力にアクセスできるというメリットがありますだからあの本当に私多くの人にもう本当に毎日ヨガ皆さんやってって言いたいですね自分が本当にヨガで健康をあの得ているのでみんなにも健康になってほしいで健康 がなければね仕事もできないですし夢を叶えることもできないですし旅行も行けませんしねやっぱり一番大事なのは健康です。はいだからもう私はヨガの伝道師としてあのヨガをね多くの人に伝えていきたいと思っています。でまたまあ、8910とあのー、キャンペーンをしていきますのでその時に1つ今ねプレゼントを考えたのは えー、座椅子に座ってやれるヨガの,あのご紹介1つしようかなと思っています。日本人は座ってる時間が世界一長いそうですね。平均して7時間は座っているそうです。体を動かさないことによって実は疲れが溜まっていくんですね。お尻の筋肉もなくなりますよ。お尻の筋肉、大臀筋は体を支えている大切な筋肉の1つです。なののでねあの ぜひあの医生がや一個はね得点1個はでもこういうのは欲しいよっていうのがあったらあのメッセージいただけるとそれに沿ったあのプレゼントを考えますのでぜひあのメッセージいただけたら嬉しいです作家でヨガ講師過去でしたそれではまたお会いできたら嬉しいですありがとうございました